よ。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 おやす。おやす。今からね。1階にエアコンをね、高所作業までするらしい。3万ちょいぐらいと。6600円足す？まあ、9000いくら。3万円弱らしいよ。お金が。シャンマン弱。おはよう。だから3万円でエアコン買ったみたいな感じだね。3万円で。おはようございます。あ、見てた？実費実費、それは実費もちろん。クレジット使えないんでね。あの、室外機を1階につけるって。室外機を。やべ、2万円しかない。ちょっと待ってよ。待って、2万円しかない。財布の中。朝枠見逃したから嬉しいと思ってください。負けてもらえ？いやー、それはいいでしょう。もうせっかくだし。負けてもらえませんかとかってね。うん。でもすごいよね。うん。高所作業。エアコン設置するとさ、うん。今、室外機泥棒増えてるから気をつけて。嘘でしょ？室外機盗んで何になんの？室外機盗んで。やば。高く売れる？売れるの？ベランダに買える？中の部品がどうだから？ボロでも売れる？盗まれない対策ないっすね。じゃあベランダに変えようかな。ベランダ置きの方がいい。ベランダが絶対いい。ちょっと言うか、ちょっと。すいません、シャミなんですけど、ベランダ置きに変えるって変えても高所作業変わらないんですかね。いや、高所工事はなんか今室外機盗まれてるらしくて、なんか流行ってるらしくて、どうしようかなって今。室外機のなんか盗難が流行ってるみたいで。どうします？怖くないですか、盗まれたら。
あ、今ですか、はい、あ、じゃあ大丈夫かな。なんで盗んでもお金にならないやつっていうのは向こうも知ってるんですよ。あ、最近のはですね、はい、実際あんまりお金にならなくて、はい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 、古いタイプ、古くてちょっと大きい重たいのを狙うんですよ。はいはい、はいはい、なるほどですね。で最近のこの裏 の, あのアルミの部分とか、はいはいはい、使ってるのが銅じゃなくて、はいはい、アルミなんで、あ、じゃあそれだったらいいかな。クオリティっていうのは、はい、基本的にない、確率的に低いというか、はい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 、向こうもそういうの分かって持っていくと思うんですよ。はい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 、あのお金になるかなみたいな。あ、なるほどっすね、いやどうしようかな。なんでこの新しいやつとかは、はい、確率は低い。ああ、はいはいはい、はい、ちなみにこれベランダ置いたら最新しいやつうるさいですか。あ、まあ、最初の時は静かですけど、はいはいはい、どうしても年月が出ると振動があるので、はいはいはい、はいはいはい、まあ、出てくる可能性はあるとですね。下に置けるんだったら下の方が、はい、まあ、いいかな、しようかな、いいとは思いますけど、はいはいはい、ちょっと やっぱ下で大丈夫です。じゃあ、はい、その位置で買う、ここで、そうですね、その位置でお願いします。はい、その位置で、はい、お願いします。そうですね、はいはいはい、大丈夫です。車とかにかかんない、かかり、あんまかかんないですね。かかんないですけど、かかった時も綺麗な風になる。はいはいはい、わかりました。はい、わかりました。それではお願いします。はい、お金ね、下の方が高い、そう、だから多分下にしたいんだよ。高所作業にした方が、工事作業にした方がね、6600円取れるから。高所作業の方が。高所作業の方が6600円取れるから。WGP っていつ投げてもいいの？いや、ちょっと待って、それ投げないで。ちょっと貯めておいて。うん。貯めておいてほしい。ね。日本人以外の人がビール缶で月200、は？日本人以外の人がビール缶で月200万稼ぐよ。ありえないから、そんなの。どうやって稼ぐのよ。200万円なんて、月に。無理だろ。ねえ。そんな無理でしょ。でも外国人アルミ缶めっちゃ入れてるわ。でも確かに。外国人のトラックでアルミ缶をめっちゃ詰めてる車あるわ。マジでねえ、ホームレスの何倍っていう。しかもなんかブロックになってんだよね、あれね。アルミ缶を潰してブロックになってるっていう。アルミ缶の回収日に集積場から持ってくる。すごいよね。あれ捕まるよ。あれ泥棒だよね、一応。あれ泥棒だよな。うん、ホームレスたちは泥棒だよね、ちなみにあれもね。よし。あ、すいません。子供寝てるじゃん。寝てると思うよ。物音すらしない。物音すら。自治体のものになるのに盗むなよ。
え、あれってさ、自治体はあれを売ってるの？アルミ缶を。あれって自治体、あれアルミ缶を自治体が売ってるってこと？あれみんなから集めて。あー、学校で使うお金にするんだ。自治体のしのぎか。結局室外機は前の人が置いてた場所だと思う。だと思う。ありがたいよね、やってもらえるのね。学校のお金盗んでるようなもんじゃん。そうだよ。そう。廃品回収も学校のしのぎです。え？いや、だってさ、ないもん、お米。食べちゃったもん、米は。ダメなの？開けっぱなしにするの。そう、エアコンはリスナーさん買ってくれて、で、3万円は自分の手出し。うん、まあでも、プラスだね。うん、圧倒的プラス。どうせ自分でも払わなきゃいけないな。6万円ぐらいは、4万か。4万円ぐらいはね、リスナーさんが払って、5万か。4万8千円ぐらいだったもんな。え、伸び終わったアルミ缶を軽く洗って2ヶ月取っておいて売るんだよ。うちやってる。へえ、なるほどね。頭いいな。そっか。うん、あの、俺の家に酒飲みたいやつをたくさん集めて、ね、おい、アルミ缶の入ったビールのね、自分の分は自分で買ってこいって言って、あの、買いに行かせて、それをため、めちゃくちゃ貯めて、俺がこうです、アルミ缶を売りに行く配信ってできるやん。それでいくらになるんだろうっていう。アルミ缶送っていい？着払いで。やだね。うん。誰呼ぶ？だから酒飲みを呼ばなきゃいけない。眉とかはもう、缶の消費量えぐいんじゃない？うん。あ、眉から缶もらう？じゃ、眉に、缶を集めてもらって、眉にね。あいつめっちゃずっと缶飲んでるじゃん。ね、それをちょっと取っておいてもらって、で、俺が取りに行って、その眉の1ヶ月、いくらね、あの、眉の1ヶ月の、あの、お酒でどれぐらい稼げるかっていうのを試してみたくなるよね。うん、配信者の自宅から回収配信、いいね。配信者が飲むアルミ缶でどれだけ溜まるのか。酒飲み配信者の家回って回収。さ、ガソリン代がマイナスになりそうで怖いんだけど。だってさ、あの、ツナとかもうえぐかったよ、もうその、なんていうの、缶の量が。うん、一袋二袋じゃないからね、あいつ。305にいっぱいある。まあ、この家にツナ住まわせるのもいいかもだけどね。おい、ツナ、ここの家っすね。家政婦やれって言って。うん。この家でツナを家政婦として雇う。うん、月0円で。で、あいつに毎日自分の金で、あの、酒飲めって言って、酒飲ませる。マユとキャリーでいいじゃん。え、キャリーってそんな酒飲む？あいつ。酒飲むっけ？あいつって。いや、ツナ知らない。あ、そっか、もうふわっちができなくなるのか、でもあいつ来たら。2時間ぐらい。かかるらしいけどね。そう、ツナは不安にね、で、向こうの部屋ツナにね、使わせればいいじゃん。向こうの部屋を。そうなんです。ツナこういう時ね、うん、こういう時ね、今物置になってるけどさ、ね、配信グッズの物置とかにね。キャスみたいに枠できなくても映るのはよしにしようし。まあ、それな、マジで。
マジそれね。それぐらいいいじゃんね。A 版の人でもさ、一緒に写るんだったら OK みたいに。アルミキャン500個で 7.5 キロになるみたい。それでいくらになるの？ 7.5 キロで。アルミ缶。アルミ缶 7.5 キロで何キロ、いくらになるの？チャリに山盛り積んでる人いる。あの人たちいくらぐらい稼いでんだろうね。あのホームレスの人たちは簡単に買い取っても、買い取ってもらえるのがいくらになるの心配。マジでそれ、マジでそれどれぐらいになるのかちょっと見てみたい。俺もねえ、ホームレスたちのねえ缶はいくらになるのか、あの量で。高っ、500円で、高くて1500円。え、じゃあ何個住めなきゃいけない、月200万稼ぎたいってなったらね、いくら稼がなきゃいけない、それ1日1日10万1日何万か稼がなきゃいけないでしょ、毎日毎日変動するからそれ以下の日もある。まあそれはさ、なんか貯めとくんじゃない、その一番単価がいい日に売るとかさ。それはちょっとさ、毎日毎日ずっと売るわけじゃないでしょ、それ。そう、高い日に売るでしょ、一気に。高値の日にまとめ売り。アルミ缶を買い取ってくれる か、外国人がやってるスクラップ屋に買い取ってくるか電話してみて、うちは2ヶ月で22万円前後になるよ。すげえな、それ。それすげえな。2万円前後になるの？それでかいよね、でも。2万円でどれだけぐらい、どれぐらい飲んでんの、それ。えぐい飲んでない？2万円はさすがに。2万円美味しいよね。月に2万円増えたら最高だよな。酒飲んでる人がさ、今まで普通にゴミとして捨てたからもったいないでしょ。どう、みんなもさ、俺にある意味投げ銭みたいな感じで缶集めてよ。1日なんかだから500で、だって1500円でしょ、500 だから5000缶飲んでないと、5000缶飲んでないとそもそも1万5000だよ、5000缶。5000缶って1日、嘘つけ本当に。やっぱり嘘だよ、だって月に500缶ですら飲めねえだろ。貯めとくのかな、やっぱり。いや、貯めとくでも月になんねえか、そしたら。ねえ。だって、10ケース買わなきゃいけないでしょ、まず。12本とか13本入りとかでしょ。2万円キャッシュバック。WGP いつ集める？あ、みんなそれ聞く。え、あの、わかんないよ、仕組みが。WGP の。WGP の仕組みがわかんない、みんな。ねえ。
WGP の仕組みが。いつやればいいのあれ。壊れたエアコン金になりますよ。よくさ、エアコンとか山に捨てられてるじゃん。あれって金になるってこと？リスナーさん、3万円かかります。お出まると俺生活できなくなります。ねえ、リスナーさん、お出まると俺生活できなくなっちゃう。3万円かかります。エアコン設置費用。リスナーさん、リスナーさんお願いします。おでとおでまれが生活できなくなっちゃいます。誰か、明日から缶集めよう。生き延びれるやん。するか。エアコンの室内機と室外機セットで7000円くらいでスクラップで売れますよ。エアコンの室内機と室外機セットで7000円くらいでスクラップで売れますよ。中の銅がレアってことでしょ。だからえきもちゃんありがとう、こんにちは。えきもちゃんナイス。こんにちは、きもちゃん。よいしょ。ね。はい。まあ、付け引きなんですが。はい。まあ、ここに付けた場合。はい。はい、はいはい、右側も大体こんな感じでつきます。はいはいはい。でコンセントはこんな感じで、はい。でパイプはまあここら辺からこうちょろっと、はい、見える感じです。わかりました。で天井までも約10センチ開くので、はい、問題ない感じ。余裕があると。わかりました。扉は結構開けとかないとダメでして、はい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 、まあ、10センチも開けば問題ないかな。わかりました。はい、はい、お願いします。あ、はい、この位置で。はい、お願いします。いや、外国人のところに売るんでしょ。だからそんな盗んだもんなんてまともなところで売れないでしょ。壁に穴あるよ。穴ある。もうなんか通してるって。ほら、ここ開いてるやん。ほら、焼き芋ちゃん名前がね。もう穴柴田やめよう。もう穴柴田もういっぱいいるけど、穴柴田さん。プレートの中に引きこもってると思う今。ちょっと確認してみる。
ビってる、ビビってる。でも震えてない、全く全く、ビビ、あの、震えてない、全然。震え始めた、プルプル震え始めた。プラチナ27か、から30日の1日に投げた方がいいらしいよ。あ、了解です。じゃあそうするか。で、じゃあさ、12時に入った瞬間だよね、多分。そういうことだよね。よく言われる、夏希の顔が似てるって。お名前出してみる、ちょっと。お名前避難させるか。お名前避難。出てくんの？逆に？逆に出てくんの？そうでしょ。怖かったのか。右が隠れちゃってるけど、怖いね。来た時よりめっちゃ鼻伸びてる。かわいいね、お前の鼻の長さは。ね、確かに鼻伸びてきてるね。なんかかっこよくなってる。どんどんなんかかっこよくなってくね。超えないで偉すぎ。確かに。怖いんだろうな、本当に。
ちゃ震えてる。あんなに強気のくせに、あんな強気のくせにこんなビール。いつもね、すごい不安そうな顔してる。これ話してみたらどうなるかね。怖いねー。なんつったらスカイテンさん。ありがとよ。ありがとよ。ありがとね。いやビビるだから何しても嫌がんない。いやビビってるから。あー可愛いのつくらスカイテンさん。テンさん。ありがとね。ケイさん、ありがとね。お手柄、ほら、アイテムだよ。ありがとよ。まーちゃん。まーちゃん、ありがとよ。まーちゃん、ありがとよ。犬がなんかかわいそう。しょうがねえだろ、もうこれはしょうがないやんな。こんな殺しないとおでまるがね快適な生活送れないですから。うん、守る。俺がおでまるを守る。これ震え止まった。抱っこしてあげて優しい。タンスクラスかい。俺が守る。お手丸を。ね、ぎゅっ。これなんでこうなったかって全部ひよこのせいで。ひよこのせい。ひよこが後ろから痛い持ち方でガッてバカワってやって。カメラの前にガッてこうやってねやったから、おでまるが怖くなった。人間のことだってまやちゃんにビビリションしたからね。この人まやちゃんに途中で舐め始めたけど、まやちゃんにビビリションとかしてたんだから。おでまる怖くなっちゃって許せねえよ。ひよこん
てなる。反撃で噛んでやる。いやもう違うんだよ、もうひよこが怖くて。そう、女の子みたいだね、ほんと顔が。まつげ長い、めっちゃまつげがパチクリしてる。眠ると目が今普段嫌がるけど今だったら犬吸いができる。今だったらチラ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 。犬ついしよう。答え雨めくりくりダンつけろスカイ。あれ、天気ありがとう、天気ありがとう。いやさっきね土臭くなくなったけどね。から見てんだよ、なんかわかる？こっち側からなんか確認してるんだよ。WGP6 個ありがとうございます。みーちゃん次ドンツクロスクイージュか。何やってんのみたいな顔して。お前イケメンだな。鼻めっちゃ伸びたなお前。え？こういういたずら今でしかできない。いたずらは。今だったらいたずらされ放題です。口の悪いこれすげえあくびしてる。浅いあくび。これなんなの、これストレスがめっちゃすごい震えてる。
震えがすごい、今のうちに体を洗いましょう。今のうちに体を洗いましょうか。抵抗しない。それがまあ、このビビってる今のうちにこうやってちゃんと。俺の匂いで充満。
枕が臭くてかわいそう。たまれてめえ、こんな野郎。せんで、こんな野郎。やめろ、その掛け声、その掛け声やめろ、マジで、マジで、その掛け声やめろ、マジでその掛け声やめろ。ねえ、その掛け声だけはマジでやめろ。読めよ、読めません、読めませんしろ。なんかまださ、ね、俺全然寝ないよ。やんなきゃいけないこともあるんだから。寝れないっすよ。マナーベルトがあれば安心だった。あ、でもお手柄と寝るんだったらこのセミダブルでいいな。十分だな、コーラマットレス。お前大きくなったらな、大きくなったらな。今怖いんだよ、ちょっとあっちにね、業者さんが来てるからマジで怖いんだよ。どうしたの、おでまる怖い。ぬくぬく入院。怖いやろ、だからいなかったら、誰もいなかったら こんな大人しくないからね。遊ばせなと、もう遊ぶことが大事だから、俺は。寝ることよりも。中村さん、なんでワンちゃん飼おうと思ったの。小人さんだよ、どんつくんすかい。これでおでまる、あのご飯食べれるよ。おでまるにご飯買ってあげれる。え、このリスナーさんのおかげでご飯買ってあげれる。他のリスナーさんはね、おでまるのことを見捨ててる。うん、他のリスナーさんはおでまるのことをご飯食べさせてあげようなんて思ってない。おでまるごめんね。俺も食費減らすけど、おでまるの食費も減らさないといけないかもしれない。ごめんね。いつもは60、ね、1日 60g のところを 50g、 いやまだ終わってない。今だからビビって別の部屋切る。おでまるやったね。まだ当たりません。まだその日じゃない、27日から30日です。27日から30日で、7000円分だよ、ラーさん、それ。そうだよ。おでまる、ロイヤルカナンじゃなくて、あの、まゆちゃんと同じ、みんな元気になっちゃうかもしれないよ。みんな元気。ね。あ、愛犬元気。おでまる、愛犬元気にするか、ご飯。赤いを感じた。おでまる愛犬元気にするか、もう。おでまるも。
ロイヤルカナン卒業します。ね、おでまる内臓打っておでまるにロイヤルカナン食わず食べさせろ。父ちゃん内臓打ってくるわ今から。おでまる、みんながね、おねまるのこと食べさせてあげれないんだって。あ、癒されるわ。どんつくろすこい。さっきね、みゆきさんからもらったねやつだっけかな、あれ、あれで拭いた。おねまるのこと、今工事しなう、工事なうです。アイテム飛ばなくなったらおでまるだけでいいよ。おでまるアイテム飛ばなくなったらもうこれからは愛犬元気ね。おでまるは、俺は米だけ食べるから、あのおでまるは愛犬元気だけ食べてくれる。2時間って言ってた。2時間ぐらいかかりますって。やっぱその1階から下まで伸ばすのめっちゃ時間かかるみたいだよ。あ、犬服の送ったの私。あ、どうぞ。いや、もう一人送ってくれたんだよ、もう一人。全身服のね。だってあれ、あれ便利だよね。早く帰ってほしい。おでまる、あー、おでまる、どんつくろすこい、ありがとうって。ほら、おでまる、うわー、ミニボーナスも大成、天さん、うわー、来たー、おー、来たー。おでまる、もうちょい我慢してねって。ほら、おでまる、もうちょい我慢してね。こっち来て、よいしょ。おでまる、へそ天しないわ。もうビビリ丸です。おで丸ならぬビビリ丸。どうする、俺ら今日まあ1000円、今日3000円だよ。でも今朝せいちゃんがララちゃん食べてたよ。震えてる、なんかめっちゃ震え始めた。ぬめりゅー、ぬめりゅー、怖くないよ。こんなに包まれてるのにマジずっとビビってるね。これ
っと包まれてるのにこうやって怖いのかな、そんだけ。でもね、こっちの匂いきついと思うんだよな、お手丸からすると。人間が怖いんだよ、今。人間が。ひよこのせいで。人間が今怖いのよ、お手丸。怖いんだよね、人間がね。ひよこのせい、マジな話だよ、マジな話。俺の家に来てヒヨコンが後ろからガッて開けてカメラに乗っかってバッて見せたんだよね、うん、後ろから突然ガバッてしてでカメラにバッて見せていきなり全然慣れてないのにそれをしてお出丸がもう超ビビり、スーパーハイパービビーしちゃって、もうで、まやちゃんが来た時にもうおしっこ漏らしちゃったの、まやちゃんがね、抱こうとしたらおでまがビビりまくって おしっこ漏らしちゃった、怖くて、人間が。それでひよこんのせいでトラウマができました、おでまる。ひよこん許せねえよな、おでまる。そう、まやちゃんしっかり抱いてくれるからね。何が忠義だよ、島中。確認を始めてる。あー、ジャックポットありがとう、リンゴ628ポイントもナイスー、あーさんナイスー、ジャックポット658円、いいでしょう。でもね、これ9万円のベッドだよ、おでまる。9万円のベッド。おい、かわいいな。見てこれ。寝方が。ん？眠る？あんま吠えないね。まだ子供だからかなのかな。眠たくなってきたね、おじまる。顎を完全に乗せてます。
欲しいものリストに枕入れとけば、まあ、どうせ買ってくれねえだろお前枕。あとクリンゴありがとう、まっちゃん。ミニボーナス。ドクリンガリトゥーめっちゃ。なんどうしたのドクリンゴ、大量のドクリンゴ。ドクリンゴすごいミニボーナス。ドクリンゴ、ドクリンゴすごいありがとう。ドクリンゴ来てるよ。お前食べるドクリンゴ、お前ドクリンゴ食べるねえ。明日、明後日からめっちゃ晴れるんだよね。明後日からリンゴではグランドジャックポットは出ないな。あ、難しいよねだからね。これ寝るねえ、おでまる、まさかこれ寝る。やめろ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 、その合図をするとおしっこ出るからやめろ。この前寝ぼけながらおしっこしたんだから。それ掛け声で、掛け声で寝ぼけながらおしっこしたのやめてくれ。この前お姫様座りみたいな、なんだっけ、おかま座りでおしっこ垂らしてたんだから、足にジョロ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 っつって。かわいい、うらやましいでしょ。ねえねえ、かわいい。かわいいってお前、かわいいってうらやましいって。おい、寝ろ、俺寝るんで、寝ぐれ、これ寝るぞ。可愛い寝方、こうやって寝るの、わかる？おでちゃん、どっちクラスかい、あーちゃん。リアン眠り？よ、眠り？よ。あーちゃんありがとう、いいよ。かわいいの。ほら来たよ、よよよっ。ねえあんた、なんでも OK やん、なんでも許してくれるの今日。おでまる稼いでるね、おでまる。めっちゃ稼いでるよ、おでまる今。おでまる効果でこんな稼げるもんなの？すごいよね。今日だけやで、アトムスクロスカイ。今日だけやで。あげてよ。悪いね。悪いね。悪いね。しゃあなし、許してるわ。何言ってんの？かわいいわ、正義。やったー、ほら。ほら、見て。ありがとう、ありがとう。はい、来て、ありがとう。何？あれ？お前慣れてきたな、なんか。何お前加えてんだよ。あれ慣れてきた、これ。なんか加えてきたんだけど、今。ハートの中に見えるのはお
ちゃん、おじいちゃん、おじいおじいちゃん。ダメ、あのね、ここね、まずそもそもベッドが高いんだよ。その、なんていうの、高低差が高いの。だから、ダメ。よし。何できた、こんでもね、そろそろ。よいしょ。階段売ってるよ。犬用のベッドから降りる階段がある。ローベッドに買い替えだ。怖いか。おねまる、おねまる、おいて。じゃあ今のうちにトイレ行かせるか。今のうちに外で、多分いないって思ってんだよ今。おねまる、ハウス、どうぞどうぞ。いや大丈夫だよ、大丈夫。よいしょ、はい、ワンツ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 。これでおしっこしてます、ちなみに。これおしっこしてます。ワンツワンツワンツ、オッケー。どうぞ、はい、どうぞ。特殊なおしっこの仕方。階段も大丈夫。ねえ、うわ、みんな見て、うわ、みんな見て。おだまるすごいよ。これで、ね、夏はこれで涼しくなるんだよ。これで。なになになに、なに、どうしたの、落ちたいの。めっちゃ出たね、おしっこ。おしっこめっちゃ出たね。うん、我慢したんだね、おしっこね。あれね、おしっこめっちゃ我慢してたんだね。1時間は我慢してた、1時間以上、3時間はでも我慢してないはずだから。うわ、めっちゃ震え始めた。ベッド行く、ベッド行く、ベッド行ってあげるか。すげえ、こうビビやっこ。どうしたの、おでまる。よし、おしっこしたからベッド行くか。おしっこしたから、おしっこしたからベッド行ってあげる。おしっこね、我慢したから。よいしょ、ベッドがいいの。ベッドがあれ、あれ、ベッド、ボフ。
フモフ。でも初めてのこのねいいモフモフベッドどうですか。モフモフベッドが。怖い？怖い？めっちゃ震えてる。父ちゃんだけ添い寝希望。俺は添い寝希望。売れる。あらら、隠れちゃった完全に。暗いから暗くなったんだけど。息しづらくなったか。こんな猫ちゃんみたいなのかわいい。猫だってよ、おでまる。どう思う？おでまる猫だって。いいなぁ。いいでしょ。でもね、みんながほんと生活させてくれないと、おでまるはね、あの実家で幸せになるしかなくなっちゃう。離れ離れになっちゃうからね。おでまる寂しいけどね。おでまる寂しいけど、みんながご飯食べさせてくれなくなったら、おでまるはもうね、実家に行かなきゃいけなくなっちゃうからね。いや、どうなる？おやつも食べさせてあげれなくなっちゃう。ロイヤルカナも我慢してもらわなきゃいけなくなっちゃうからね。おでまる。ね。おでまる、ロイヤルカナ食べたいだろ？ね、おでまる。いや、ご飯の時はめっちゃ吠えるけどね。飯よこせってすごいよ。飯よこせの時だけはすっげえ吠えるからね、マジで。あーんとか言うから。あーんとかって言うからね、マジで。ご飯の時だけ。おやつは送ってあげるよ。よいしょ。でもね、だいぶもう終わりかけてたけどね、だいぶね、だいぶ。おしっこ臭。
じゃ年子くさいあんた。臭いか臭くないかで言ったらそんな臭くないかな。その臭い匂いとかしないよねやっぱりね。愛情があったら実家になんて渡せない。最後まで大切にしてる。まあ現実問題があるからな。おでまる分かるだろ。おでまる俺たちにも現実問題があるんだよ。おでまるも広いところで走り回りたいよな本当はな。広い家で走り回りたいよね毎日。だけどごめんね俺に力がないと。おでまるはそういうところにいさせてあげれない。おでまる俺もずっと一緒にね。おでまるのとこおでまると一緒にいて。おでまると一緒にいて。だけど現実問題がある。おでまる俺もっとこじろ。みんなみんな父ちゃんと離れ離れにならないやだよ。父ちゃんと離れ離れにならないやだよ。みんな相手もちょうだい。え？ちょっと待って何か。あ、届いている。マットが。マット届きました。うずまるさん。マットが。何そんな突然甘え始めたの。何？何そんな甘えてんの。フロアマットゲット。やってないおでまる。フロアマットゲットだぜ。これでしっかり走り回れる。おでまる。なあ、おでまる。走り回れるぜ。俺とおでまる。走り回れるぜ。わかるか。そう、床芝だとはさらばだ。床芝だとは。床芝とめっちゃいるよ。ねけん、ねけんらさん、聞いてください。大事なアドバイスをいたします。大事なアドバイスをいたします。あれですね、ダックスは平野の文字でいるようです。フェアブッテースを知った方がいいとアドバイスをいたします。よろしくお願いしますとかって言って、あのいち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 いたから床柴田がね。わかる？すごい柴田多いじゃん。僕もさん、抱き方を気をつけてください。アドバイスになりますが、ダックスは縦にダックすると平年になりやすい可能性がございます。そこのところを気をつけてお世話をしてくださいって感じで。すごいでしょこういう柴田がね。え、床柴田黙ってね。ドンツクロスコイ。いやでもダックス耐えたことないからわからない。抱き方があって、ダックスの皆さんに伝授します。ダックスの抱き方ね。ダックスはですね、胴長短足ということでですね、まず持ち方としてはね、お腹を持ちます。はい、おでまるさんいいですか。このお腹のこの部分を持ちます。
この部分。でもこれだと胴長だからヘルニアになっちゃいます。なのでこの足をこのようにこのようにします。こうすることによって安定します。こういうことにこうやることによってね。でこのままこうやって持ってあげます。このままこうやって、これも完全安定します。腰も何もかも安定してます。こうやってね、これです。でこの持ち方になるんですが、基本的にこの手のひらのこの部分に乗せてください。この手の分かる、この部分、ここに全部体重乗せると。でもほぼここにはですね、俺自身も力が入ってません。うん、チンは潰していいんでしょうか。大丈夫です。チンコなくなります、小田村さん。あと数ヶ月したらチンポなくなります。そうで、ここのところに力を入れてするしまうと関節外れちゃいます。ここのところに力を入れると、でここのところに力を入れ、ここのところに力を入れると別に何も起こりません。ここに力を入れると関節外れちゃうんで、そう、はい、持ち、であとはこうやって持ちます。てか全ての動物に当てはまるけどね、全ての動物に。これはラックスは胴長だからこうやって持つっていうのあるけど、チンコがなくなったらおちっこできません。確かに、なんでそういう人のことを柴田ってなんかさ、いち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 ぐちなんかネチ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 言ってくる人間いるじゃん、配信で。分かったよって、アドバイス求めてもないのにアドバイスして、なんか分かんないけどアドバイスしてくるやつ人とかさ、そういう人間のこと、なんかありがた迷惑みたいな人間のことを、まあ、柴田みたいな顔面してんだろうな、そういうやつはっていうので柴田っていう、あ、柴田理恵みたいだからだよ柴田理恵みたいな顔面してるねやつなんだろうなみたいな感じで柴田。最近まやちゃんもずっと柴田って言ってる。うるせえ、まやちゃんの場合、うるせえよ柴田、ほんと今ほんと柴田うるせえよねとかって言ってる。まやちゃん言ってる。今頃クラウンくんとデートしてる。今頃クラウンくんと。で、数日やってないじゃん。で、リアルが今充実してるから、配信やる、ねえ。まゆさ、言ってたよね、この前。まゆ。こっからは、大企画ラッシュですとかって言って、なんかずっとやってたけど、一週間もやってないよね。まゆ。大企画ラッシュって言いながら。ね。クラウン君朝やってた。結婚すると思う。もういいんじゃない？でも。地雷結婚。ね。クラウン君も地雷。まゆちゃんも地雷。地雷カップル、いかがでしょうか。でも出まる、まゆちゃん配信しないと寂しいな。まあでもまゆはだいぶ稼いだからね。先月1回のイベントで、まあ少なく見積もっても400万ぐらい稼いでますから、まゆさん。先月1回のイベントで、しかもその後も出てるからね。クラウンくんって紐なの？いや紐じゃないんじゃない？でもリスナーさんは寂しいよ。俺もそれは思うけど。
車屋で仕事してるんちゃうの？まあ知らないけど、なんか仕事してんじゃない？なんかわかんないけどね。でもクラウンくんはまゆちゃんのことが好きなのに、ね、まゆちゃんはクラウンくんのこと言うことを聞いてくれないから、クラウンくんはあのフラストレーションが溜まってるんだよ。ね、別れるぐらいなら配信やめてもいい、いいバリなこと言ってたらしいよ、まゆ。え、別れるぐらいなら配信やめてもいいバリなこと言ってたらしいよ、まゆ。やめるくらいなら配信やめるって言ったの？それは違うんじゃないの？ねえ、それは違うよね。絶対仕事取った方がいい言ってた。前に喧嘩した時にクラウンが機長に言ってた。あ、マユがそう言ってたって。クラウンもタクマも良さが分からない。マユ、うん、顔、うん、マユちゃんの好みの顔。ほんまにいい男ではないよな、どっちも。よいしょ。野村さんもいいですか？もう怖くないです？もうエアコンつくんでね、おでまるさん。ビビってます。ビビってます。ビビってます。覗き込むのに、これはビビってます。おでまるの最上級のビビりです。覗き込むとき、足ピーンと伸ばして、ほらほらほら、ビビってます。ビビってます。そこ俺の匂いでしょ？落ち着いた。撫でてって落ち着いた。毛布とかを噛む癖があるんだよね。すみません、風呂入ろう、そろそろ俺風呂入るわ、ね、おでまる俺ちょそろそろね、全身が痒い、全身が痒いね。で、言うて3日前だよ、お風呂入ったの3日前。言うてモデにしてはマシそうだよ。3日前、香ばしい匂いが。そうだよ、
すごい長い。ビョイーンって。ビョイーンって。リスナー側で音が出るアイテムあるでしょ。リズム花火とかある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 、めっちゃある。あるね、確かに。配信者がどうなん？え、聞こえるよ、全然聞こえる。聞こえる？え？おとまる、ウーバー来ると。おとまる、ウーバー来る。ウーバー来るよ、おとまる。ウーバー来る。え？どうしたこと？なんでビビってんの？寒いのかな、単純に。そういうこと？寒いのかな？身冷たい、めちゃくちゃ。ありがとうございます。おとまる、なんと、ウーバー来ます。今日は寒いと思う？まあ寒いと思うけど、でもおでまるは別に寒くないんじゃないかな。だってあのクレートの中さ40度ぐらいあるよ、あれ。あのクレートの中、あのクレートで寝ると、もうだって出てきた時おでまる超暑いもん。ポカポカだよおでまる。40度とかあるもん。41度から42度ぐらいあるからね、あのクレートの中。おでまるが寝てると。ウーバーリスナー様、ありがとうございます。おー遊び始めた。でもね、何、緊張ほぐれた緊張ほぐれた。でもね、緊張ほぐれた。書店、でもね。でもね。あ、ありがとうございます。ケーキ。ありがとうございます。やったぜ、でもね。ケーキだぞ。おでもね、ケーキ食べちゃダメなのか。食べたいね、おでまるも。ケーキ。おでまるもケーキ食べたいね。毛が長くなってきたな、なんかボサボサしてきたぞ、なんか。戻る？部屋。え？部屋戻る？おでまるさん。戻るか？ちょ、部屋にね。もう。クレートの中逃げ込むか？クレートの中。おしっこしたし。震えてる。父ちゃん入れないよ、一緒に。やべ。でも確かに、今1時間36分経ってるよ。あれ、なんだっけ。エアコン設置開始してから。1時間36分経ってる。今のところ。長ない？まあ、高所作業っていうのもあるけどね。
高所作業。2時間かかる？やっぱり？もうほぼ終わってんじゃね？でも。大体2時間くらい。よいしょ。でもスキー行きたいな。スキー、わかる？みんなスキー行きたいよね。おでまる、お休み、お留守番できるか？おでまる、スキー転がるの俺ね、ちょっとだけ滑れるんだよ、ちょっとだけね。いやそれこそ、ままガチガチ滑りできるかって言うとできないけど、無理？おでまる、へそ天モードじゃやらしてくんないな、本当に。雪だるまになる？よし、戻らせるか、ちょっと。戻る？部屋戻るよ。クレートの中戻るよ。クレートの中。よし。クレートの中戻るよ。戻る。雪だるま作ろう。長野県だから、そんな遠くないんだよね。外界の。そう、おでまる入場です。おでまる入場です。よいしょ。どうなってんだろうな今。どうですか？今ちょうど、あ、ありがとうございます。今ちょうど終わったって。今ちょうど、あ、ちょうど終わった。ほんで車、あ、違う、あ、俺さ、そこじゃない、別に。もう大丈夫だろお前、行けるだろ、全然車と遠いもん。遠い遠い。あ、なんでもないです。ああ完全独り言です。ラブ4ならセンサーあるしでしょ。うん、余裕っしょ。うん、なんか企画いっぱい考えてやりたいっすね。うん、企画いっぱい考えてね。でも実際ね、今朝麻婆豆腐食べたんか。え、何言ってんの、あれほぼ2日目で食べちゃったよ今ね。俺肉じゃがだもんだって残ってるの。肉じゃが、
まっ、うん、設置費3万弱、設置費結局領収書出してもらえるのかな、こんにちは、何食べてるの、玄関に段ボール、あ、わかりました、あ、全然いいよ、でも段ボール玄関に置いてほしいですね、ありがとうございます。あ、なんかお届け物も届いてます、あ、本当ですか、はい、まあ、また後です、これで着いたら成功すか、着いたらエアコンが、おお、あ、まあ、そうですね、着いたら、まあ、着くとは思います。おお、あ、30分ぐらいつけといて終わりですか、エアコン、まあ、10分、15分で大丈夫ですか、大丈夫ですね、はい、はい、分かりました、高いのが確認できましたら、はい、問題ないです、分かりました、ありがとうございます。今つけてるゴキブリ返し、ゴキブリ返しっていうんですか、これ、いや、パテですね、パテですね、はい、パテです、
子を片付けて、はい、そんな匂いがする、そんな匂いがする、夏も生き延び入れるな。あれ、エアコンのリモコン消えたぞ、嘘だろ。でもこれ内部洗浄みたいなのないんだ。あ、え、どっちなのこれ。これ内部洗浄ってした方がいいのこれ、みんな。え、これあったかくなってるのかな、これ。空気が冷たいけど。内部洗浄って、これ内部洗浄って書いてあるから内部洗浄すんだよね、これ。うわ、すごい、なんか、あったかい、あったかい、すごいあったかい空気きた。あったかい空気来てる、あったかい空気来てる、すごい。コンプレッサー回るまでは風を、あ、そういうこと、コンプレッシーっていうのがあるってことね、コンプレッシーみたいな。あったか、あー、でも風でもあったけ、風でも。これで配信者の人が来てもね、ゆったりまったりいけます、ゆったりまったりね。えでもさ、ここさ12畳ぐらいあるんだけどさ、これ大丈夫なのかな、これ。あ、でもあったかいわ。サーキュレーターで循環させるといい。はいはいはい、アラスアイム、君、霧ヶ峰は勝手にやってくれる。これは何なんだろう。でも内部洗浄って書かれてるから、一応は内部洗浄してくれるんだよね、多分ね。うん、内部洗浄って書かれてるからね。内部洗浄あるのとないのと違うのかな、やっぱり。素敵な家、型番見て、ちょっと待ってください。え、アイリス大山やってくれない？なんでここに内部洗浄で書かれてんの？これ詐欺？これ詐欺？これ、あ、待って、内部洗浄って書いてある。これ洗浄って書かれてない。これアイリス大山内部洗浄って書いてある。これ洗浄と違う？これまさか洗浄って書いてある。内部洗浄で書かれてあるね、確かに。うわ、すごい新しいよ。2024年製 IRA2205R。 もったいないからちょっとここ閉めてみるか、もったいねえし。リモコンには、でもリモコンもなんか最新も、リモコンもなんか最新みたいな感じだね、これ。ほら、冷房暖房停止、風量とか、でもすごいなんか先進的ななんかデザインが、うん、6畳用だから、この一部屋用なんだよねこれね、6畳用だから一部屋用。配信者の人に、エアコンをつけるんだったら500円ちょうだいって言おうかな。工事費の方が高い。え、工事費の方が高い？嘘。え、これいくらだったの、宮城さん。工事費3万3000円だよ。3万3000円。
あ、高所、高所が6600円、伸ばしで9900円。うん、これ網戸するからね、こっから。じゃあ網戸しよう、網戸しちゃうから。あったかいですね。もう置いててもらっても全然大丈夫です。あ、そうです。はい、もう適当にもう置いててください。大丈夫、大丈夫です。もう一応中はこんな感じ。はい。もうまあ問題なさそう。そうですね、暖かいです。はい。あと外も一回ちょっと見た方がいいですか。見てもらっていいですか。はい、すいません。ものは全部このままで。あ、もう全然もう大丈夫です。レイアウトちょうどまた変えようかなと思ってたんで、ちょうど。で、処分の段ボールここ。はい、わかりました。大丈夫です。はい、来たな。はい、ありがとうございます。はい、あ、いいですね。はい、あそこからまあすぐ行こうと思います。はいはいはい、わかりました。一応あのなるべくゲットやって。はい、ありがとうございます。大丈夫そうですか。大丈夫です。はい、はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、でどうすればいいですか。計算はもうされてます。 あ、お願いします。はい、お願いします。あ、ってのは名字でいいですか。あ、そうですね、大丈夫です。冷た、ここ。あ、じゃあ上に行った方がいいですね。すいません。寒いですね。いきなりですよね、もう。一気に。寒い。